じゃこんにちは。はい、ゆたかさん、はい、いよいよ、はい、マジック点灯しましたね。はい、ね、このマジック点灯まで結構時間かかったね。はい、そうですね。まあまあ、阪神の初戦でね、うん、11が点灯したんだけどさ、はい、昨日勝って、うん、マジックが9に減ったという、はい、ような状態だよね。はい、でヤクルトは本当にあの6連戦、うん、巨人阪神と続くね6連戦を5勝1敗で切り抜けたという、はい、雰囲気も最高だし、うん、みんなの頑張り、まあ、それが伝わってくるという。で阪神は見てるとやっぱもういっぱいいっぱいになってるかなっていうような、うん、ちょっと余裕がないよね。なるほど。打者陣もそんな調子のいいバッターもいなければ、まあ投手陣もやりくりしながらここまで来てるんだけども、はい、ちょっと手詰まりになってきたかなっていうような状況になってきてるよね。うん、で巨人はどうしちゃったのっていうような、うん、なんかね、またここでもすごいゲーム差開いてしまい、うん、開いてしまうわ、下から詰められるわさ、うん、3位から落ちるっていうことはまあ多分ないとは思うけど、はい、だけどこのままじゃクライマックスなんか到底勝てないよっていうようなね、うん、そういう雰囲気を醸し出してるよね。でもヤクルトの頑張りが光った、まあ、6連戦というか、うん、まあ阪神3連戦だったんだけどもね、はい、その中で素晴らしいプレーと、うん、山田の走塁ね、はい、まあそれが初戦にあったんだよ、阪神戦にね、はい、本当立ち上がりどうなるか、この3連戦どうなるかって言った時に非常に素晴らしいプレーが起きたんだよね。はい、じゃあでそれをねちょっと説明していきたいと思うんだけども、はいはいはい、ヤクルト山田の好走塁を生んだ阪神守備の微妙なズレ、はい、これが起きたんだよね、うん、で結果から言うとさ、はい、山田が一塁ランナーで、村上のセンターオーバーの打球で一塁からチョークホームインをする。でこれもクッションボールは誤ってるわけじゃない、近本が、はい、あこれ回れるかなっていうような感じで見てたんだけども、うん、もうサードコーチャーも回したし山田も行く気だった、はい、もう間一髪セーフ。それが素晴らしかったのが左手をおとりに右手でついたんだよね。うん、でおとりというのはこうタッチプレーになった時にやっぱり一番近いところにタッチしようとするのが心理なんだよね、はい、それを左手を出しながら引っ込めて右手でタッチをしたという、うん、このスライディングっていうのは素晴らしかったんだよ、山田がこうぐるっと回り込んでやっていましたよね。そうで走者が一塁っていうことはさ、はい、村上を考えた場合外野手ってやっぱ相当後ろに守るんだよね、うん、この一塁ランナーを返さないために、はい、でも村上の打球がそれを勝って上を越えちゃったんだよ、はい、で近本がすぐクッションボールもロスなく処理をしたんだけども、はい、問題はこっからなんだよ、はい、第1カットマン、第2カットマンって糸原、中野って入ってたんだけど、はい、基本はよ、はい、第1カットマンにすぐ投げなきゃいけないんだよ、うんうんうん、でも近本のボールが第1カットマンと第2カットマンの間に落ちちゃったんだよね。第1カットマンが取れなかった、はい、これを超えちゃった、うん、でワンバウンドで処理した中野が素晴らしいボールをワンバウンドで返してきたんだよ、はい、このボールは素晴らしかったんだけどここのタイムロスが生まれたばっかりに先取点を取られたという。その丸一丸二って書いてある間のこのこうワンバウンドですか、ここね、ここのワンバウンドが時間のロスを生んだんだよ。なるほど、そこの部分が微妙なズレということですね。そうそう、仮にそこがダイレクトで中野選手に近本選手から返球があって中野選手がホームに投げていたらタイムはアウトだったと。アウトだと。なるほど、うん、だからここの微妙なズレだけでやっぱ1点を失う。普通の平場のゲームだったらさ、はい、まあそこも目をつぶるけども、うん、だけども天下分け目の一戦の時にここの試合で負けたらマジックが点灯してしまう。マジックが点灯するというのは勢いを与える、うん、相手に目標を与える、うん、それを阻止するためにやっぱこういう守りというものはすごく大事だったんだよね、うん、でも山田の走力っていうのも素晴らしいし村上の打った打球っていうのも素晴らしかったんだけども、はい、まあこういうことが起きたということね、あの走塁の中には。だからすごくもったいないプレーではあった、うん、いや素晴らしい中継なんだよ普段から考えると、はい、でもここがワンバウンドになったがために第2カットマンの前でねワンバウンドになったためにロスを生んだということ、うん、それで生還を許したということね、はい、だから守りがいかに大事かっていうことだよね、うん、
もう本当に際どいタイミングだったからこそこの部分がポイントになってしまったということですか。で山田のスライディングね、はい、左手をおとりに見せといて右手で突くという、ここもやっぱセンスなんだけどさ、もうとっさの判断ですよね。そうもうその返球が見えてそういう、そうだよ、もうクロスプレーになるっていうことが分かって ね、 ってね、うん、見事な走塁だったし、はい、見事な中継だったんだけどここだけがもったいなかったという、うん、この第一カットマンと第二カットマンの間に落ちたということがね、はい、はい、さあそういうことで、はい、優勝争いの行方、はい、まあ、セリーグ、うん、まあ、ヤクルトは中日と対戦するんだよね、はい、それで残り試合が14、これを7勝7敗でいった場合に5割9分1厘でいけるという、うん、で阪神もここを対比して話しちゃうけどさ、はい、阪神は10勝1敗で超えるんだよね。なるほど、そのヤクルトの勝率を超えてくるということですね、うん、だから要するに1敗もできないということだよ、うん、もうヤクルトは今の状態でいけば5割っていうことは俺はないと思うけど、はい、でも5割という計算をした場合にこれを超えるにはもう1敗しかできないという、うん、それと残り11試合、はい、直接対決が2、はい、マジック9で圧倒的なヤクルトは優位に立ってるということ。そうですよね、マジック9残り試合14ってことは逆を言うと、うん、5試合は負けても優勝ということですよね、うん、もちろんもちろん9勝5敗でいいということで、そうですね、うん、だから絶対的な圧倒的な優位さが3連戦によって生まれたということね。それとカープ、ドラゴンズ、DeNA、はい、まあ、残り試合が9試合あるんだけども、はい、ここに圧倒的に強いんだよこの3チーム、はい、でこの3チームの合計の貯金が26あるんだよね。うん、貯金だよ、はい、だから下位に取りこぼさないということを考えるともう圧倒的に有利なんだよヤクルトがね。なるほど、うん、ということはそうですね、5試合がタイガースとジャイアンツ、仮に全敗したとしてもそうです、ね、ここに全勝すれば優勝ということだ。そうですね、うん、という意味でも優位ということですね。そうだね、だから阪神は、まあ、10勝1敗もう1敗も本当はできないんだけどさ、はい、直接対決が2位残ってる、はい、これはあの10月の19日からなんだけど、うん、そこまで、ね、残された道は全勝、そこまでは絶対に全勝で行ってほしいと思うよね、はい、で全勝したら6割飛んで3厘だけども、はい、これは残り試合全部勝った場合ですね。そうそう、だけどヤクルトがその間でも5敗できるという余裕があるよね。うん、だから直接対決まで耐えられるかどうか、はい、まあここがポイントだけども、まあ、数字的にはもう圧倒的にヤクルトが優位になってしまったということだよね。うん、まあ、前回の動画の時ともまた状況が全然変わった、ね、変わってきましたね、うん、ヤクルトはやっぱ阪神戦ね、うん、この阪神戦をどう戦うかちょっと苦手にしてた部分があったからね、はい、どうなるかっていうことがあったんだけども、やっぱりそこを山を乗り越えたよね。その山を乗り越えるのにやっぱり山田の走塁があったりだとか、田口のワンポイントリリーフだとか、はい、で塩見がいいところで打ったりだとか、うん、青木がホームランを打つとか、奥川がああいう第一線でいいピッチングをするとか、はい、いいことだらけなんだよね、うん、で島が送りバントを一球で決めて流れを作ったとかさ、うん、もう本当に乗ってるよね。こうちょっとミスが出たりしてあれってちょっと試合の流れ変わっちゃうのと思っても、うん、また何かしらの形で流れを引き寄せてるっていうような試合もだから村上がねましたし、トンネルタイムリーエラーをしたんだけども、はいはい、それを全員でカバーするという、おそらく村上がじゃあどうするかっていうと次の試合じゃあ俺のバットでってまた燃えるよね。だからここまで来たらバッティングの状態とかそういうことはもう関係なく、うん、もう気持ちが前のめりになってるから、はい、もうイケイケだよねヤクルトはね、うんうん、だからすごいと思う。でも阪神はここまで頑張ってきたんだから、はい、もう最後の意地は見せてほしいなと思うよね、はい、ここでへこたれないでほしいと思うよ、うん、まだ数字がゼロではないわけだから、はい、諦めないで、はい、もう頑張ってほしいと思うよね、うん、セリーグはこういうことですね。はい、はいはい、では続いてパリーグですね、はい、続いてパリーグ、はい、順位表がこちらです、はい、ちょっと開いちゃったんだよね、うん、まあ、順位の入れ替わりはないですが、うん、ゲーム差が少し、ゲーム差がねちょっと開いちゃった。はい、ロッテが日本ハムに対して非常に相性が良かったのに、はい、うん、ここに来てなんか硬さか審判との相性も悪かったね。
なんだかそういったある一つの試合がねちょっとそういった感じかなっていうのありますよね、うん、そうそうそう。でマーティンが復帰したんだけど、うん、まあ昨日は打ったけどその前調子悪かったとか、うん、まあでもよく最後に岡のホームランで引き分けたよ。もうベンチ大盛り上がりでしたね。大盛り上がりだったけどまあその時にオリックスが負けてただけに価値ある引き分けにはなったんだけどさ、はい、まあ優勝の行方としたらもうこの2チームに絞られたかなという感じがするよね。はい、うん、楽天もいっぱいして痛いいっぱいにはなったと思うしね。はい、はい、ということで、はい、そのオリックスの戦いぶりなんだけどもさ、はい、やっぱりね中嶋監督っていうのは、うん、心理をついてくるね。どういうことかというとさ、はい、ちょっと振り返りますか。振り返る、はい、1点リードの時にさ、はい、これあのソフトバンク戦なんだけどさ、甲斐の心理をついたオリックスの采配、中嶋監督も非常に肩の強い、はい、いいキャッチャーだったんだよ、うん、で甲斐もそうだよね、はい、甲斐は絶対的なこう肩に自信を持ってると思うんだよ、はい、で1塁ランナーが足立、この前あの足立のあの字法、あ、どちらもですよ。あ、そっか、はい、ま、ちょっと間違えちゃって、はい、すみませんでしたね。漢字を間違えてしまい申し訳ありませんでした。ちょっとこの場で謝っておきますけども、はい、まあ、一塁ランナーが足立、はい、サードランナーがもや、はい、でこの時に考えたのは、うん、中嶋監督が、はい、サードランナーもやだから甲斐は絶対にスタートさせたらここは走らないだろう、サードランナーの、うんうん、もやは走らない、だから甲斐は絶対セカンドに投げてくる、うん、この心理をやっぱりよく分かって使ってるよね。うん、これ1点差だったんだよ、はい、でこれもやが生還することによって2点差になるんだけどさ、うんうんうん、足立が走って途中で止まったんだよね、はい、で甲斐は投げちゃったんだよ、はい、でも時すでに遅し、はい、もう投げた瞬間にはもやはもうスタートを切って、うん、もう到達してここにランダムプレーが行われるんだけども、はい、その時にはホーム踏んでたからね、うん、でも完全に裏をかかれたプレーをやられたということ。うん、まさかモヤがサードランナーで投げたと同時に走るなんて思ってないよ、はい、この時本当は甲斐が用心するんであれば、うん、1回こう取った後にサードランナーを少し目を向けとけば投げなかったと思うんだけども、うん、モヤのことはもう無視してたんだよね、うん、一目散に投げて足立は止まってランダープレーでアウトになるんだけど貴重な追加点を挙げたということ、うん、だからこういうこうオリックスの采配、中嶋監督の采配、まあ、見事にはまったよね。うん、逆に強い時だったらソフトバンクがやる作戦なんだけどさ。なるほど、うん、だからやっぱ調子のいいチームっていうのは思い切りもいいし、うん、まあ、頭も冴えてるというかさ、やっぱ心理をよくついてきてるなと思うよね。そうするともう甲斐選手からしたらああしてやられたなみたいなところはある感じですか。あるよ、やっちゃったみたいな、うん、そんな感じだよね、うん、やっぱ戦っていてどこを一番最初に潰すかって言ったらキャッチャーを精神的に追い込んでいく方が戦いやすくなるんだよ。なるほど、うん、だからそういう意味ではオリックスの采配っていうのは、うん、素晴らしかったね、見事だったね、うん、はい、はい、ということで、はい、パ・リーグの優勝争い、はい、次は直接オリックス対ロッテ1位と2位が当たりますね、はい、明日から、はい、ね、オリックスの本拠地京セラ、オリックス対ロッテ、はい、まあ、残りが10と13なんだけどさ、はい、5勝5敗でいくと5割5分9厘、うん、でロッテが9勝4敗でいったら超えるんだけども、すごいですね、数字、うん、はい、だけどまあこの数字はこの3連戦が終わらないと、うん、なかなかこう分からないよね。そうですね、これがロッテが3連勝しちゃうとさ、うん、まだひっくり返っちゃうから順位が変わりますよね。そうそうそう、 2.5 ゲーム差ですよね。そうそうそう、だからもう死に物狂いだしさ、はい、オリックスの方は残り試合が10でしょ、うん、でロッテは13、はい、その中でホークスが4試合残ってるんだよね。あ、ロッテですね、ロッテ、はい、でホークスっていうのはやっぱ工藤監督が辞任をするということで、はい、昨日の戦いなんか見てるとさ、うん、やっぱいい戦い方し始めてんだよね、うん、なんか知らないけど、はい、だからそういう監督に最後に送るとか、やっぱこうなんか勝って送りたいとか、うん、そういう気持ちもあるホークスには、はい、だからそこは怖いよね。なるほど、うん、だからまあこの数字はこの3連戦が終わってみないと明日からも、はい、これは何とも言えないけど最後の直接対決、うん、制した方が優勝するよ。仮にオリックスが3連勝すれば、はい、まあ、普通に戦えばオリックスが行くよ。仮
仮にロッテが3連勝すればしたらまたもうもつれるよね。ということはこの残り3試合分多いというものがロッテにとっては優位になってくる可能性が強い。なるほど。だからオリックスは最低でも2勝1敗でいかなきゃいけない。うん、ロッテは3連勝しかないっていうふうには思ってるけどね。だからもう明日からのオリックスロッテっていうのはこの前のヤクルト阪神戦のようなすごい試合が行われると思うよ。もうこの佳境に来ての直接対決はもう本当に譲れない戦いと思って、いやもうここまで頑張ってきたんだから、だから本当に譲れないよ。だからそういう意味ではこの一戦は本当に注目なんだよね。またゲーム差がそんなないというところがまた、そう 2.5 でしょ、 2.5 だからもうロッテは一気に詰めるしかないよね。これが1勝2敗とかだったらもうちょっと苦しいよ。どうですか今ロッテのチーム状況っていうのは。チーム状況はねあまり良くはない、うん、点は取れないし、うん、ちょっとピッチャー陣が疲れてきてるし、うん、先発陣が大島ぐらいかな、うん、ゲームを作れるのが、うん、やっぱりこう岩下でもやっぱこう早い回にやられたりだとか、うん、力はあるんだけど、まあ、疲れなのか何なのかわからないけどね、まあ、ちょっとゲームを作れない、うん、それと小さなミスが起きてるわ、うん、例えばあの一塁に入ってないのに一塁に投げたりだとかさ、 ありましたね、うん、でセカンド牽制の時にとんでもないとこ投げたりだとかさ、うんそうですね、やっぱりミスしてたら負けるから、うん、ロッテっていうのは元来守備がいいチームだけにね、はい、なんかこう焦ってんのかなんかこう慌ててんのか、うん、だからもう腰を据えてやってほしいよねロッテの方はね、うんうん、今度の戦いは、はい、うん、オリックスはもう相変わらず、うん、いい戦いはしてるけど紅林のデッドボールが、はい、まあ発表にはまだなってないけども、うん、ちょっとね動画を撮影してる時点ではね、うん、どうなるかっていうのがちょっと心配だよね、うんうん、もうなんかオリックスはもう吉田選手もね今離脱中なので、うん、怪我人が心配ですよね。そうだよね、うん、だからそういう意味ではちょっとあのオリックスの方はメンバーが欠ける可能性はあるけども、はい、まあ、頑張ってほしいということと、ロッテはやっぱり小さなミスでゲームを壊さないように頑張ってほしいなというふうに思うよね、うん、はい、はい、もう本当終盤も終盤佳境になってきました。そうだ、まあどうなるかね、はい、セ・リーグの方はヤクルトがマジック9出てるし、うん、まあこの直接対決でオリックスが勝てばマジックが出るかな。はいね、もう本当マジック点灯もこんなにもう残り10と13だからね、それでまだ出てないっていうんだからすごいですね、うん、まあお互い頑張ってるっていう証拠なんだけどさ、はい、まあパリーはずっと混戦が続いてたっていうのもありますよね。まあそうだね、うん、はい、まあどうなりますか、はい、楽しみです、はい。